けで久しぶりの QTube 始まりましたね。こんにちは、こんばんは。皆さんこんばんは。今日は恐怖におののいてます。そうですね、やばいですね、やばいですね。前代未聞の試み、はい、もうチャレンジしていきましょう。チャレンジしていきましょう。紹介します、ウルフさん。うわ、怖い。もう怖いですね、怖いですね、もう怖いですね。新庄さん、はい、俺も恐怖におののいて驚いてんねんな。驚くわ。なんでやろ。いや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 。チームやろ。俺はでもチーム。なんでやろ。というわけでですね。まあ西新宿界隈で数十年前からもう古川の名前とみんなねバンドマンギャーってなってたっていう時代がありましてね。シャキッとしますね。ところがね、僕溝の口近くの交差点でばったり見かけちゃったんですよ。ママチャリで。ママチャリでこうジューって見て、あ、なんか想像してたウルフさんと違うかもしれない、今度喋りかけてみようって思った若かりし頃がありましたね。なるほど。それが今ね、急でレギュラーで出ていやもう本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もう闇のウルフ時代を見られてるので怖いもんないですよ、ほんまはっきり言って。で、今日はですね、ウルフ先生にですね、いろんなことをね、聞いていきたい。どんなことがあったのか聞いていきたい。で、やっぱこれ人生のサバイブ術をね、学んでいきたいですね。ところが直接聞くと怖いじゃないですか。とっても怖いんで、サイコロのせいにしたい。4が出ちゃったから答えてください。サイコロを作ってきました。はい、サイコロを作って、このサイコロ振っていただきます。で、そこにですね、西新宿界隈でマジで恐れられたロッカー、ウルフ先生のロックがすごい。はい、しくじり先生。そうそう、最初ね、しくじり先生でやろうかなと思ったんですけど、小堺一機のご機嫌ようをまず、まあそういうわけで、どういう項目があるかというとね、まあ自己紹介があったりですね、ロック以外に好きなこと、興味のあること、ロックやってたから起きた不条理な話とかね、とりあえず飲んでくださいとかね。これ一番言えない話っていうのが聞きたいですね、これね。一番言えない話、ね、意外とビビった話。ああ、これも聞いてみたいですね。ありますんで、この止まったところの項目に従って、答えていきたいと思ってますけど、大丈夫ですか？途中で怒ったりしないですか？わかんない。こちらのサイコロ。サイコロ売ってなかったってことで、ルービックキューブ。こんなにサイコロ在庫切れたと思わなくて。やっぱ今家にいる人も多いから、みんなすごろくやってんのかな。みんな家でね、サイコロがなんとメーカーで品切れっていうぐらいどこもなくて、家賭博で。じゃあまあ紐解いていきますかね。まあ全部サイコロのせいですから。はい、そうですそうです、よろしくお願いします。で、こちらですね、カブトムシ、はい、これが止まったところに行きますんで。なるほど。まずスタートにします。はい、で静雄さんは、ウルフ先生が答えられないときに自分の体験談を、だからウルフさんも静雄君に答えさせたい答えはあえて答えて振るっていうこともできます。で、2人とも答えられなかったら静雄さんいっぱい飲んでください。かわいいね、それ嬉しいじゃないか。嬉しいですね、嬉しいですね。それにしましょう。いいですか。まあ何が出てくるかは分かんないです。お酒じゃないかもしれないです。あ、そういうこと。じゃあ第一投いってもらってよろしいですか。はい、お願いします。いただきます。はい。1ですね。1。あ、お、いいですね。お願いします。軽く自己紹介。これいいですね。冒頭に。はい。じゃあ軽く自己紹介。ウルフと言います。今年今58の春ですね。ウルフ&ザ・グッドフェローズを率いて全国やってますけども。まあソロとしてもウルフアコギ一本喉一つということで、またこれも全国回らせてもらってます。キャリアは長いんですけども浮上したことがないので、こうやって皆さんに協力いただいております。頑張っています。今、構成したウルフですのでよろしくお願いします。こんなもんでいいですかね。バンドめちゃくちゃかっこいいもんね。かっこいい。だからこそ今日の企画があったってことですよね。いや嬉しいですね、そう言ってくれると。じゃあ2投目いってもらっていいですか。はい、行きましょう。はいよっよっ123、軽く自己紹介3。はい、ということは、じゃあ静岡に行きましょう。静岡に行きましょう。生まれた時からの。そうです。生まれた時だけです。昭和42年生まれですけど。そこからだいぶ経って今年54になりました。すごい割愛してるよ。割愛。終わり？終わり？もう視聴者何にも分かってない。ちょっと前までニューロティカというバンドでギター弾いてまして、ってことは武道館やらないってことですね。やらないですね。で、来年の1月の3日武道館でやるんですけれど、僕1月の2日から実家帰ろうと思ってニューロティカさん1月3日武道館なので、皆さんよろしくお願いします。つまりはね、ウッドフェローズのギタリスト。そうですね。一番大事なことですね。はい。じゃあ第3と言ってもらいましょう。はい。いきます。4、3、4。新藤さん、とりあえず飲んでください。ああ、いいですね。何を？テキーラ。テキーラという。ああ、テキーラかい。でもテキーラってほら流行ってるじゃないですか。僕でも20歳過ぎぐらいの時から。テキーラガンガンいってましたね。ああ、だからね、20歳過ぎだよね。お酒飲んでるの20歳過ぎだよね。ああ、いい。さすがです。はい、じゃあ次行ってみましょう。いきます。GO！ 3、2、3。さあ、どうしてきました？意外なことに、実は〇〇ができます。なんでしょうね、何ができんねやろ。俺できることはほんと少なくて、モノマネぐらいかな。これ切れるんや。もう全然編集はできるから、何々喋っても。いやいや、切れんの？知らない。モノマネっちゅうても、桂三枝と似てるって言われんねやわ。しゃべるテンションが。たまたま、いらっしゃい。バカウケなの。何がウケてんのかなと思ったら、似てるって。モノマネのつもりじゃないでいらっしゃいって言ったら、そうそう、だからなんかライブの時に MC かなんかの時にこう振られてやったんよね。だから「いらっしゃい」って言ったら、そもそも三枝、当時の三枝さんのギャグでしょ。だから「いらっしゃい」って言ったら「めっちゃ似てる」っつって評判よくて、めっちゃ似てる。でそれからちょっとちょっと俺たちで新婚さんになってみますね。確かに俺山瀬まみひっくり返らないからで、ウルフさんも椅子から転げ落ちなきゃいけないって言ったんですよ。ツアー回ってる時僕物販のとこいるから、なんかイメージ良くなってきてんのか悪くなってきてんのか分からんけど、マイナス1。とりあえず飲んでマイナス1なんだこれ。でも嬉しいですけどね。ね、だってただで飲めるわけだしね。そうですね。で、静雄君が酔っ払ってきた時の状態はご存知ですよね。もう放送事故が起きる可能性ありますね。これ結構常識人。もう恥は言えない。浮きますよその知識。常識3センチぐらい。さっきより量増えてる。おお、素晴らしい。さすが。もうマイナス1が出ない限り、もう飲んではないと思いますんで。本当ですか。そうですね。残念ですね。すみません。もうでもこれゼロっていうのあるよ。ゼロっていうの。ゼロ。あ、ゼロだね。俺暴言吐く。いや、ハゲハゲ。面白いわ。ゼロ。ゼロ出したら心臓が壊れていく。これパーンでいくかもしれない。お願いします。はい、いきます。はい、ゴー。出ました、マイナス1。一番言えない話。来ちゃった。来ちゃった。俺多分ね、ウルフ話では何個かこう被る話題があると思うけど、そこでね凝縮してもええんちゃう。今言ったら捕まる話。今言ったら捕まった。一番言えない話をここでしていただこうと。なんでしょうね。僕はそうですね、今一番言えない話、は言えない話でしょ、やっぱりね。言っちゃいけん話が世の中にはあるでしょ。ギリギリ今だったら言える話とか。気にしますね。いやいや、もうだから失敗談がやっぱ多いんでね、どれをとっても。それってお酒を飲んでってことですか？お酒飲んでの失敗もあるけど、大阪で言えない、まあ一番18ぐらいの時にね、はい、女友達がいてね、はい、ちょっといろいろ遊びに行くわって電話しても、うん、まあバンド仲間だし、だおいでおいでってなるわね、はい、全然普通の付き合いというか、グループで付き合ってるけど、その子はまあ一人住まいしてて、うん、でそこ遊びに行ったら、前日飲み会があったみたいで、もうはちゃめちゃになってて、部屋そこでまあお酒もあるし食べるもんも適当にあるから、まあその日はそこでお世話になろうと思ってる。飲んで食って、うん、それで女の子もいただいて、朝まで18ぐらいの時からね、うん、寝もせんとこう何回も「ああハケを残った」ってやって「残った！」いい表現だな。ガブリ寄りでこの辺からピー入んねん。これは入んねん、これ寝てドドドドドドンって、もう夢の中でもう頭はお酒もなってるし、ドンドンドンって目が覚めたわけ、音で。でも「誰か来てるわ」と思って「誰か来てるで」っつったら「誰？」ってまあ聞くわね。あげなさい、お母さんですよ、お母さんですよ、何々ちゃん。これで若い頃ね、ラジオに電話でなんかあったの、そういうコーナーが面白いかなってやったら採用されちゃってさ、採用されちゃった、うん、そういうのはちょっと思い出したけど、こんな話いいのやってる、ありがたいだけどいいよね。声変えて、まあいろいろあっても、朝の5時ぐらいまでにしといた方がいいんじゃないかっていう教訓ですね。そうですね。いいの本当に。じゃあ次の一投をお願いします。はい。何も言わんで。4、1、2、3、4。お、来ましたね。すごい。なぜ怖がられるようになったかの話。いや、それは分かれへんわ、俺は。そんな。じゃあこれは静雄さんから発表してもらっていいですか？俺でもウルフとは意外に付き合いが古いっていうか、その Z の前のアンチの時、アンチよりもアンチの後のマシンガンだね。マシンガンの時に地元で対バンして、その時にすごい僕ら的田舎でやってるバンドからしてみたらすごいバンドだったんですよ。かっこよかった。洗練されてでそこで仲良くなって、でそれから何年後かに悪名高 Z のポスターあるじゃないですかね。あれを見て、これウルフだよね、あの時のウルフこんなんですかってなって、そこから恐れました。ポスターですね。ポスターはでも結構衝撃的だったね。すごい。あれはないよね。あれまあまあ魔除けになる。魔除けね。そうだ。エアコンの顔だからめちゃ怖いしだって。だから旧ロフトの階段のところに魔除けで貼ってやったもんね。実際西新宿でなやばいじゃんな。そうだからいや本人たちはね一生懸命やってただけやねんけど、であのポスターのおかげでね地方なんか行くとその当時は皆さんも一緒やと思うけど機材持って行ってたでしょ自分らの車で。ほんで会場着いたらアンプやらドラムを下ろすじゃないですか。こっちはもうツアー3日も4日も続けていく、もう髪の毛もボッサボサやしひげはボーボーで「あごめんなさい」ちょっと機材入れるからっていうところを多分早く来た人は見てるじゃないですか横で。ほたらちっちゃい声で「なんだ普通じゃん」なんて言われながらこうアンパ運びながら「普通だって言われとんな」って言いながらね。やっぱりあのイメージポスターのイメージそしたらやっぱりライブで印象をつけるかっていうことの方にエネルギーがいくけど、まああとはどうでしょうね、その打ち上げとか、周りの遠巻きとか、いろいろそういうのがやっぱりおひれがつくし、ね、大概でも周りで飲んでるやつらの話がだいぶおひれがつくあるかもしれない。じゃあもう少し進むとそれがどういうことだったかが分かるかもしれない。そうですね。絶対にかっこいい話。いや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 俺はないもん。かっこいい話ですか。はい。なんでしょうね。東京っていうところの街、特に新宿は大阪でバンド組んで、大阪から東京にツアーを組んでもらって、来始めたんですよね最初。で。やっぱりそこでバンドの友達ができて、その頃ライブを見に行ったんですよ。そのスタッフの動きとかバンドの輝きというか、もうリハーサルの時にね、大阪とのその熱の違いっていうか、それはなんて言ったらいいのかな、大阪はまだそんなにそのプロっぽくなくて。あ、そうだったんですか。まあ僕らの世界から言えばね、なんかその辺のなんかパンクスがバンドやってるっていうところでしかないねんけど、東京に来るともうさらに何段階も上のそのリハーサルの時から違う、もうプロフェッショナルな世界観がライブハウスであったんですね。でこれはすごいって思ったのがね、いまだに忘れられへん。そうそう、だからそれをね、あもうここに来ようと、ここに来るしかないわって思って書いて、ほんでメンバーにね、東京行こうと。あ、そういうきっかけだったんですか。もう東京にツアーには来てるんだけど、それは三月に1回とか5ヶ月に1回、まあそんなぐらいやったと思うんだけど。もうそんなんじゃない、もうあそこに行こう、腹くくっても東京に住んでやる、これはいい話ですね。じゃあ1回だけしずさんこれ振ってください。俺は振るね。これもう1回飲むんだな、自分で自爆っていう。3、1、2、3。今でも忘れられない話、それはもうあれ言うて震災場所、震災場所、いやいやもう震災場所、どこ行ってもそれはもうインターネットに載ってるんでしょ。そうなの。いやいやいや、なんか踊る大捜査線ぐらいのストーリーが起きたっていう。震災橋封鎖できません。意味が分からへん。震災橋封鎖できません。あのね、いやまあそれいまだに聞かれるんですよ。その心斎橋を通行止めにしたとか、御堂筋だ、御堂筋を通行止めにしたっていうことがちょっと1回あったんですよね、93年2年か3年ぐらいの頃に。あの頃の、まあ、Z をやってる頃に毎年恒例のツアーで一緒にぐるっと回ってた時代で、大阪でやったんですよ。でその時は会場がちょっと大阪郊外のホールでやったんですね。でホールでやったんで、そこで打ち上げがもうできないっていうんで、もうホテル帰るチームで地元に帰るチームで、地元というか神戸の方から来てたバンドもあったんで、でまあ僕らが大阪地元やから、うん、もともとね、これじゃ終われへんやろと、その取り巻きもひっくるめて、じゃあ南でちょっと。飲もうやっていうことで、まあ店を押さえてもらって、みんなでこう車で移動したんですね。20〜30分走ったと思うけど、当時の御堂筋は今みたいに厳しくなくて、御堂筋の中が駐車場になってたの。ああ、もうこんな止めてましたね。そうそう、あったでしょ。だから一番左側はもちろんのこと、真ん中の車線の右側の花壇とかあるじゃないですか、あそこが駐車場になる。でも行ったらババーン止めるわけ、でもそこには客待ちのタクシーもたくさん止まってる。そのタクシーが邪魔やというので、どけと言うたやつがいたわけで、それは向こうも仕事やから何を見てんねんってなるからね、もうヒートアップしてもて、そのこっちのグループがね、馬の方がそれは直接見てなかったんやけど、気づいたらそのタクシーの運転手が逃げてやっぱ怖くなって、車置いて走っちゃった。そうそう、その道頓堀の方、その信号待ちでいるそのいろんな人のところに「助けてくれ!」って入っていったわけ。ちょっと分かる。助けてくれって言ったら浮かびますね。もう想像してもらったらいいけど、土曜日の夜の心斎橋で10時、11時ぐらいになって、もうみんないい具合でわさわさやってるところに、なんやこう助けてくれって言ったら「どんなしたんやおっちゃん」ってなるわね。いやあいつらがなんやかんやこうなんとかなんでって言われて、いたわっていう群衆ができ始めた。俺たちは分からへん。車降りてさあ店どこやねん、こんなとこ止めてのんと言いながらバーって歩いてたら、向こうの方で群衆ができる。運転手が「あいつら!」って言うておったら、もうその当時の大阪やから、もう本当にもう待ち上げてのヤンキーの街でしょ。片やパンクロッカーのもうステージ終わったそのまんま移動してるもんやから、片方はロッカーの格好してるから、もうすぐ分かる。あいつら叩き出せってなってる。歩道からもうあらゆる人が、運動会のその星倉まんじゅうのような、棒倒しのような、騎馬戦のような、一人ずつになっちゃった。だから一般の人たち対ロッカー、そのうちそのうわっさりなのがでも5分とか、そんな時間にして5分とか10分あるかないかやと思うんですよ。とにかく映画みたいなもんですよね。4人5人が当たり前、目の前でその自分に対して、どこ見ても敵やからどこ見ても敵やから、こっち向いてる間にこっちから殴られるし蹴られるし、しんどー、手が足らないわけよ。カタカタってやらない。ほんでね、仲間でやっぱり倒れてる子もおれば、非常にやっつけてるやつもいるし、ほんでもうわやになってるんですよ。あっちこっちから「あら僕と思ってこい」って言ってるやつも聞こえてくるしやね。なんですね、じゃあそうやね。だからまずいと、これまずいわと。ほんでこっちにも怪我してる、おうさんこっち怪我してるとかいうのも聞こえてくるし、もうそれ助けなあかんし、これでもうだんだんもう収拾しなあかんと、もう出ようって、もうずらだれっつって、もうとにかく何が何か分からへんねんもん。だから群衆は群衆同士まだ喧嘩始まってるから、群衆同士は仲間じゃないわけですよね。そうやね。あっちで関係ない同士が、だからそのうち「兄ちゃん助けたろわ」っていうのが出てくるわけ。どの兄ちゃんだか分からないやつが、だからロッカーに対して味方ができてきたわけよ。ほんだら「いやいやいやもう手出さんとくれ」って言うてんねんけどまたそこで始まるからもうそっちはほっといてこっちのやつらを助けて。ほいでもうどんどんこうすごいっすねずらかねってだから今度その花道みたいな今度バーッとねそこのロッカーたちがこう固くもう戦場の後ですね戦場でそったらもうやらプラトーンみたいなやじは飛んでくるわ蹴りは飛んでくるわまたそこで相手になると終われへんようになるからグッとこらえてとりあえず場所を移動しろって居酒屋に逃げ込んだんですよ、撮ってたところの、ほんで打ち上げの用意できてんのに、もう誰もいてへんしね、まドロドロって入っていったら後ろから追いかけてきたやつがいるわけ、23人、ほったらもうこっちも聞いたってるからもう叩き出せーってなって見たら赤十字の人、救急箱持って。怪我人が出てると聞いたんでいい人ですねなんでお前らがそんなこと知ってんねんみたいなもうこっちも分からんよな「いや今外で騒ぎがあって怪我人が出てるっていうことはもう怪我人いるからちょっと手当てにしてくれ」とかやってやね戦場で聞く話ですよねほんでもう外はわさわさやってるとまだ終わってないでしょ外も。らしいよとりあえずこっちの人数だけ連れてきてみんなおるかって話になってでもうビールは出てるしぬるなってるし店の人もなんか不安な顔してるししょうがないよとりあえず今並んでるビールは飲んで帰ろうとで食事はもう断ろうって言ってスタッフの人に店の人に言ってもうこっち怪我人何人か出てたからねだからもう急いで。とりあえずビールを片付けてたら電車の移動チームがやっと見つけて「なんや表でえらいなんか騒いどるけどどうした?」って入ってきたグループが仲間俺たちの仲間がバーッて入ってきたら「どうしたみんな」っつったら「いやまあこうであれこうで」ええと。そんなもんあかんが今から俺ら行ってきますわっていうのがそのチームなのよ。なるほど。知らないからね。そう。もう兄貴らでやられてんのに何んなもんしかないよって。絶対敵取ってやる。そう。またそういうやつに書いて持ってんね武器。ガシャンガシャンって出てお前そんなん持ってったあかんやろってそれ。引き止めんのにしところだから今いい人間になって頑張っとるけど当時はもうそういう取り巻きっていうか、まあ、僕らの仲間としてね、うん、一緒にライブやったりしてくれた若いバンドの僕らがねそこで足止めしてまあできたからよかったけど、こうやって今で喋れるけどね、うん、あれ言ってたらもう大変なことになって。でだからそのね東京に帰ってのイベントがあったんだけどやっぱり必要で鍵盤とかあったり怪我して今やったらえらいことやろね当時やから何にもなかったように終わったけど今のインターネットとかがあるから当然動画撮ってる人もいたりとかもう昼のワイドショーすごいそうですよねもう足つくし絶対だから他にも怪我してる人たくさんいたと思うよそうでしょうそんなん僕ら仲間ちゃうから放って帰ったからねしかも自分と関係ないグループで喧嘩してる5種類以上の喧嘩起きてるそうそうそう本当にそうってことですよねだから本当に10分ぐらいの時間やと思うけどものすごい長く感じたんですよねそれで帰って東京戻ってそういう情報早いからみんな電話かかってきて大阪でやらんかったらしいなってで、ウルフさん自身は大丈夫です。まあまあ突きすぎるわ。すごっ。やっぱりね、突き火しててで、まあ俺は大丈夫やけど何人かね怪我してるので、ああそう。だけど負けてんやろ。喧嘩っていうわけ。で負けたも勝ちもないやろとそんなんちゃうって言うけど。負けてんやろってそれが聞きたいみたいになるほどね負けたって言えやみたいな負けたってああ分かったはいはいはいほななって電話してるそういうのがねいっぱい変わってきた。心配してくれてんのかなと思ったけど、そうじゃなくて負けたって言わせたい、あのウルフが負けとんねみたいな、それはみんな聞きたいですよね。それは多分ね、初めて言う結末かな。あんまりここまでは。すごい、いやすごい、いやもうサイコロ振らなくてよくなっちゃいましたね。ありがとうございます。ライブがねありますね。はいね、だって本当にライブがめちゃくちゃかっこよくて、最初に去年8月に出てもらって、でそれでまあ打ち抜かれたというかね、これは急に出てほしいなと思って、なんとミンクストそうね、6月26日クラブ級で、ありがとうございます。すごいタイムですね。これ絶対来てほしいですね、お客さんね。配信をしますね。ありがとうございます。で夏のジンもね出てもらうんですよ。お、その時の対談がなんとプライベートですね。ああ、目がかりかなった。それがもう今日のこのね素晴らしいもつながって。いやでもちょっと本当貴重な話ありがとうございます。いいのかなこんなね。これ今指名手配中じゃない。これからこれで出ちゃって。これ今ゲロったから多分。あの時のって静岡だってね、叩けば埃出るんだからね。そうですね。飲むよ。あ、もう閉店です。もう飲ませてもくれないけど。というわけで今日の YouTube はゲストにウルフさんと静岡くんでした。俺怪我してるだけ。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。その情熱、その勇気を忘れないで。 Y2 足蹴り上げ、拳上げろ、さあ飛び出そうぜ。 Y2 必ず夢は叶うものさ、その勇気を忘れないで。 Y2 どんな時もお前らしく生きてくのさ。 Let's enjoy, let's go. 今もまだ一人の夜をI'm a